この動画は交通安全啓発を目的としております。街中を走っていたら隣車線で追突事故発生。混雑でスピードはそれほど出ていない感じだったのにかなりの衝撃音でした。このような事故は速度の出しすぎ以外にありえません。スピードを出さず焦らず運転してください。スピードの出しすぎは逆に目的地にたどり着けません。車部中おった。この後右車線から赤信号ぶち抜いて、行って出た。雨が降る夜道、後ろから何やら不穏なものが近づいてきました。無灯化の車です。車線変更して、そのまま追い越していきました。久しぶりにヤバいやつ見た。二台後ろにいる時から前の車に煽り運転。前の車がいなくなったら次はこっちに煽り運転。ループの危険運転の件ですがこんな感じです。ドラレコが広角なので危なく見えませんがほんまに怖かったです。レンタカー日産ノート借りれて嬉しくなっちゃったのかな？ただの交通違反だよ。やっぱプリウスだね。鬼キャンプリウス。ヘッドレスト外していかにも、やんちゃ系な運転手でした。安定のゴキブリ。自分の前含めて5台一気に、抜き去ろうとして、4台目のところで一旦止まりましたが、その後もその前の車を、煽って走り続けてましたね。大阪府箕面市の危険運転のロードスターです。
後ろから来た左の車がいつまでも曲がらず直進、思いっきりクラクション鳴らして、気づいたけど、運転手はじいさん。何やってんだよ。無理やり、入ってきてクラクション鳴らされて、逆ギレする。左から出てきた軽自動車がちゃんと、右を確認せず自分の前に、出てきたため、危うく事故るとこだった。止まれなかったら危なく事故るとこだよ。確認して出てこいや。大回り左折&歩行者へクラクション。強い。ほれいこの扉開いたまま5キロ以上走ってる。前の車に続いてノールックで、出てきたジジイ頭大丈夫か？すぐ先のガススタンドに合図なしで、入っていった。歩道を思うスピードで走る原付おじい。この道では踏切待ちの車列をすり抜けるバイクが多くいます。タヌキとの遭遇、盾に逃げるな。ご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。